はい、また始まりました。こちら、コロッと全部使っちゃおうかな。すごい分量。一番少ないやつ買わなくちゃいけないんだけど、なんかコバエが飛んでるんだね。あのコバエコナーズっていうのが売ってるんですよ。まあスプレータイプなんだけどね。どうなんだろうね、スプレータイプね。生姜、これ買ってきたんですよ。木桜も全部使っちゃおうかな。これお醤油、これ下味付けなんですけどね。レシピは1枚、何枚もあると混乱するからね。あ、人参買わなかった、糸こんも。めっちゃいいじゃがいも。お肉の分量が多いからね。でもさ、スプレー式のさ、コバエコナーズ嫌だよね。あの、他の食器類っていうかな、お皿とか、まあ、そういった類のものにくっついてそのまま使っちゃうんじゃねえ。コバエコナーズの成分が残ってたりなんかすると良くないもんね。この三角コーナーっていうか、まあ、そこにだけ、まあ、吹きつけておくとまあいいのかなって気はするけど、4週間効き目が続きますなんて言ったって水場だからね、4週間も続くわけないよね。
なんか怒った？あ、怒ったね、一個。どうせ水入れるんで。よいしょ。これも閉まっちゃう。でもまだ使うんですよ。なんか飛んでるな、コバエが。なんでこんな小バエが来るようになっちゃったんだろう。そんなにたくさんはいらないんですよ。玉ねぎはね、大きめでいいんだって。よし、このぐらい。ちょっと少ないような気がするけど、いいや。これデザート用の。こんなんで感じていいよね。これも入れますからね。ああ、めんつゆも使うんだ。こんなね、面白いね、計量カップがあるんですよ。これね、ワンカップなんです。250cc。 全部入りきるかな、これ。大丈夫。あ、入りきらない。入りきらないな。めんつゆ。50cc。5分の1でいいや、5分の1で。お醤油。大さじ5。今ね、
コバエをね、退治するのにね、虫除けスプレー使っちゃったんですよ。で、くっついちゃったんですよ、みんな。こういったものに。みりんも入れといてあげよう。ちょっとこれ入れるとこぼれちゃうかな。レシピにはね、みりんは書いてないんです。うん、指になってない。大さじ5全部かな。ね、この三温糖いっぱい入れると美味しくなるんだと思いますよ。まあ健康上どうかなって気はするけど。小さいじゃがいもでよかったね。そしてね、じゃがいもが入ったらね、この段階でこの、なんていう、煮汁、これも入れるんだそうです。コバ入れないでね、こんなか。ね、煮汁が多いような気がするでしょう。こうにしないとダメなんだって。火はちょっと強め。
そしてね、練り物もね、入れるんだそうです。まあ、本当はさつま揚げみたいなものをね、想定してるんだと思うけど、まあいいや。そしてアクが取れたらですね、弱火にするんです。もう最初が弱火なんですけどね。まあ、そんなにいくつもかけなくていいんで。あ、そしてね、この練り物はね、取るんだって。一旦取らなくちゃいけない。取らなくていいか、さつま揚げじゃないから。はい、まだ5分ぐらいしか経ってないんだけど、あの30分経ったってことにしていいですかね。そしてね、煮汁がね、30分経つとね、まあ最初の3分の2になるんだそうです。まあ3分の2にはなってないんですけどね。そして一旦取り出した練り物をまた戻して、まあちょっとこの玉ねぎの投入ですね。面白いね。玉ねぎが一番最初かなと思うけど。そしてね、これあと35分なんだって。ちょっと煮込みすぎだよね。30分と35分で65分だもんね。まあ、確かに65分かければね、まあ、味が染み込むんだと思うけど、これ意外といけるかもしれないね。まあ、時間をかけるように書いてあるんだけど、まあ、その通りにすればね。もう落とし蓋はしなくていいのかな。
まあ一応しとこうか。本当はいいんだろうか、ね。はい、じゃあどうでしょうね。もう10分ぐらい経ったんじゃないか。すごく膨らんでる。はい、それじゃあ炊けてますからね。無洗米このぐらいいただこうかすごい、これがね、一杯で70個分のしじみの力。こんなん買ってみましたよ、長谷を。三福。お湯の分量 160ml。 やっぱりみんなお湯は160なんだね。160ないの。ここだね。面白いね。こんな感じなんだね。残ったお湯はお茶。まあ、朝入れたやつだからね。いい色だね。伊藤園のほうじ茶。これはまあ充実野菜、果汁 100%、 野菜分は 65%。 そしてメインディッシュがこれ。できたね。これ粗熱が取れたら冷蔵してくださいね。ああ、これ照りがあるのはみりんが入ったからだ。レシピにはね、みりん書いてないんですよ。よいしょ。そしてまあおかずのりですね。もうね、次のがねスタンバってるんですよ。早いんですよ。そしてね、これがね、オランダコロッケなんだって。まあ、200円ぐらいでちょっとどうしようかなと思ったんだけど、はい、じゃあね、中濃ソース。
これまた半分取っとこう。明日の分ね。どっちみちまた明日これドタカナちゃんならないんで。それじゃ、いただきます。ほうじ茶。これは伊藤園の野菜ジュース。あー、口当たりがいいね。で、いただきます。無洗米。でもこういった練り物を入れるっていう感覚、まあコロトンジャガにはなかったね。うん、はんぺんなんてね、もうなんかこの食感久しぶりというか。じゃがいも、どうでしょうね。いやあ、あれだけ煮てますからね。でも本当に65分煮るんですかね。まあ美味しくするにはそのぐらいかけなきゃダメですよって、そういうことだと思うけど。いいね。ね、三温糖がいっぱい入ってるから美味しい。うん、玉ねぎもね、まあ入れるのが最後の方だったけど、シャキシャキ感が残ってていい感じですね。では、オランダコロッケ。まあ、オランダといっても普通のまあ、じゃがいもが入ってるコロッケだと思いますけど。うん、いけますね。さすが一つ200円のコロッケ。まあな、ね、すぐ値段のこと言うから。
ちらのスープ、これもいい感じですね。じゃあこの辺にしとこうかな。今日はね、本来ならば1時間5分かかるという、まあ気合の入ったコロトンジャル、まあ、とってもね、まあ、そんなに時間はかけなかったんですけど美味しくできました。あとオランダコロッケ、これはしじみのうまさがギュッと濃縮されたスープ。こんなのがあるんだね、長谷。はい、とても美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。